スマッシュパスと言われるものですね。このコンバットベースの体勢から立った足で相手のももを踏んでいきます。行って、胸をつけて首と脇を作ります。で、一番使いやすいのが多いのはこのパターンですね。足首止めて左足を出します。こうするとこれなし絡んできて、もう絡もうとしても抜けます。でもまあ慣れてないうちはこれで相手の足を割って足外して、で足絡んで、まあ、ここから、この絡まれた足を抜きに行くという形でもいいと思います。で、別の方法として、よいしょ、踏んで胸をつけた後、この膝をここに、そうですね、正座するようにももを踏んでしまう方法もあります、ね。まあ、実力差が結構ある場合はそのまま飛んじゃってもいいです。こういうふうに抑える方法もあります。